まりました大隅和尚の MTG ルール駆け込み寺。皆様いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。 DCI 認定レベル2ジャッジの田村千明です。はい、改めまして和尚をやらせていただいておりますレベル2の大隅です。よろしくお願いします。まあこの動画も今回10回目ということで記念してグリーンバックがなくなりましたね。どうですか10回やってみて。ジャッジしてる時に和尚って呼んでいただくことが非常に増えましたね。やはり和尚って呼ばれるんですか。呼ばれますね。ちなみに私のこの衣装私服ですのでよろしくお願いします。休暇の時とかに店にいると大体この手の格好しております。そういつも思う。なんでその格好してるのと思って。好きなんだよ。それではね、皆様からいただいた質問に答えていきましょうか。和尚、気になった質問ありますか。そうですね、優先見解とかは内容が結構複雑だったこともあってちょっと突っ込んだ質問いただいてたりしますね。そう、はい、2問目がね、特にコメント欄見るとああやっぱりちょっと難しかったなとはね。あれ、実際2問目の解説ってどういうことなんですか、改めて。はい、あれなんですけども、はい、まあ、通常通りの優先権の移動っていうことで考えていくと、うん、1回能力を起動して解決して起動して解決してのを繰り返しっていうのは皆さんの直感とちょっと反しちゃうんですよね。でそれをイベント規定というルール文書の 4.2 手順の省略っていう部分で補っているんですけども、そちらで例えば能力を連続で起動した場合それは1個を解決してそれをまたスタックに乗っけてっていうことを繰り返すよ、特にプレイヤーが明示しない限りはそういうふうに処理をしますというふうに書かれているんですね。なので動画で回答させていただいたような内容になります。今回の問題でいうと先日の加減、はい、10回起動して何点っていう時にあ、じゃあ連続で10回起動したから稲妻の一撃唱えるよって言ってそれで除去されないようにするためのルール。そうですね、ただその連続で行動を行ったプレイヤーがそれによって不利を得てしまうっていうのはルール的になんか変な感じになりますので、うん、そういったことを避けるためにも連続で起動したっていうんであれば1個か起動して解決してっていうことを繰り返すことによってそのプレイヤーが意図した通りの動きになりますので、プレイヤーの意図したことと実際に行っていることっていうのを一致させるためにこういうルールが用意されています。まあ、一番いいのってなんかよく見るのはこれ5回起動と解決やりたいんですけどいいですかっていうふうに聞いて、そうですね、そうそうそう、そういうふうに聞いて、逆に優先権を持っていたいときは優先権を持ちながらこれ起動したいんですけどいいですかっていうふうにね一言言っていただくとね、そうですね、そういうトラブルがないので。そういうふうに聞いていただけたらと思います。もし何か連続して行動をしたいよというケース、例えば質問の方でいただいてたのは、若き狼を墓所のネズミで除去したいんだけども、これ動画で示されている通りになっちゃうと2回の起動ができないんですけど、どうなるんですかっていう質問をいただいてたんですけども、これについては能力を2回連続で起動するよと相手に明確に伝えていただければその意図した通りの手順で行うことができます。なのでそういった形で明示をしていただければ若き狼をちゃんと除去できるという形ですね。大会でのジャッジの呼び方について質問をいただいてます。どうやって呼べばいいんだろうっていうことを多分悩まれてるんじゃないかなと思うんですけど、和尚って最近呼ばれてるんですよね。はい、この間も呼ばれましたね。ただそういった個人名しはさすがにやめていただかないとルール上困っちゃったりすることもあるもんですから、基本的にはジャッジと大きな声を上げてジャッジが来るまで手を挙げておいていただけると一番いいかなと思います。あれ、これって個人で呼んじゃうとなんかいけないルールがあるんですか。そうですね、個人名しで呼ぶなというふうにイベント規定の1.8 の方に書いてあります。まあ、これ個人流して呼んじゃいけない理由としてはその個人流して呼ぶとその人から呼んだ人が利益を得られるんじゃないかっていうふうに取られかねないんですね。あ、そうですね、はい、うん、だからそういうことを避けるためにもジャッジ個人を呼ぶんではなくてジャッジっていう役職の人に対して呼びかける形でジャッジと呼んでいただくのが一番いいかなと思います。グランプリとかだとジャッジを呼んでそのジャッジが自分と共通した言語じゃないとか、この間の GB 千葉とかでも、うん、日本人の方がジャッジを呼んだ際に海外の方が来られてコミュニケーションができないよというケースが、まあ、よく発生してましたね。
まあ、そういう場合でも例えば あっちにおすみさんがいるからおすみさんを呼んでくれっていうんじゃなくて日本語を喋れる人いますかとかそういうことですね。そうです、そういう時には基本的には通訳できるスタッフを呼んでくれっていうふうに聞くようにしてください。なんでかっていうと最初についたジャッジが一通りの裁定を出すということが定められているものですから、まずは最初についたジャッジが、まあ、言語が食い違ってる部分はあるにしろ通訳を介して一通り裁定を出してもらった後でその内容に確認したいことがあればヘッドジャッジに聞くっていう形になりますので、言語的なトラブルがある場合には通訳をしていただけるジャッジの方を呼んでいただければと思います。ヘッドジャッジっていうのみんな分かんないんじゃないですか。そうですね、あの日本人の方は特にその傾向が強いとはよく海外のジャッジからも言われるんですけども、うん、ジャッジから出してもらった裁定にあくまで確認の意味のレベルでも構わないんですね。だからそのレベルでヘッドジャッジに確認してもらうっていうのも全然ありな話なので、ヘッドジャッジへのアピールっていうのはどんどんしてもらえればなと思います。そうそうそう、わだかまりをなくすためにもちゃんと確認をする意味でヘッドジャッジは呼んでもらいたいですよね。そうですね、はい、最初のジャッジの裁定を一応確認するっていう意味合いでも全然呼んでいただいて構いませんので、うん、どんどんあのヘッドジャッジに呼んでいただければと思います。メモの取り方について質問をいただいてます。例えば手札が公開された、相手の手札を見る効果によって手札を見ることができた際にメモを取っても大丈夫なのか、例えばあとはなんかストームの計算をするときに自分の手札を と相手の手札を考慮してこう動くと これぐらいのストームカウントになってみたいな計算をメモしてもいいのかっていうことについて質問いただいてるんですけども、あまりメモを取ることに時間をかけすぎないんであればあのメモはしていただいて大丈夫です。過去のマッチとかで取ったメモっていうのは今行っているゲームでは見ることができません。そういったものを見たい場合、今やっているゲーム中以外で取ったメモについてはゲームとゲームの間、いわゆるサイドボード中しか見られませんので、そこは気をつけて見るようにしてください。ゲーム中のメモは取っておくて、でそのメモを取るのに時間をかけすぎちゃダメ。そうですね、まあ、例えば相手のライブラリーの中身を全部見れるような状況になってそれを一枚一枚取っていくのは良くない。そうですね、例えばメモにだと3分とか5分とか、うん、非常に長い時間がかかってしまうよっていうと、うん、ジャッジからストップがかかったりするケースがあります。で過去にゲーム以外で取ったメモっていうのはサイドボード中には見てもよい。そうですね、メモを取ってある先が例えばスマートフォンの中にでそういった記録を取ってるよっていう話になるとこれは大惨事になることがありますので。大惨事ってそれをゲーム中に見ちゃったらどうなんですか。例えばあの事前準備しておいたサイドボードプランだとかをゲーム中に見たよってなると基本的にゲームの敗北ないしはあの内容によってはマッチの敗北が出ます。ルール適用度が競技のイベントだとそういう裁定出るんで気をつけてください。皆さんがあのよく出てられてる店舗の大会、あの弊社のトーナメントセンターでやってるような大会であればあの見てもそういったペナルティが出ることはあまりないですけども、本来はやってはいけないことなのでしないようにしていただけると助かります。皆さんメモは計画的に。誘発型能力、改革派の貨物車という。そうですね、はい、今搭乗能力を持っている、まあ機体が狭線上にあるときに機体がクリーチャー化していない状態でクリーチャーを対象とする誘発型能力を対象に取れますか、でその搭乗能力を起動することによって対象取れるようにできますかっていう話をいただいてます。これなんか似たようなやつで、例えば新緑の機械巨人が出ました、出た時にまだクリーチャー化してない機体があってその機体にもカウンター乗せれますかとかよくありますよね。そうですね、一番よく受けるのが霊気艇の収集車とか、まあ、あのキラの新囲碁とかその辺かと思うんですけども、そうそうそう、まあ、そのあたりを、まあ、何かしらの能力で対象に取りたいよ、だけどそれはクリーチャーにまだなってませんよって言った時に能力が誘発したのに対応して登場できますかっていうのはよく聞かれるお話ですね。あれはなんで乗せれないんですか。誘発型能力っていうのは最初にスタックに乗せようとするときに対象を取らなきゃいけません。で、対象を取ること自体はそれに対応することはできないんですね。対応しようとしてもまだ優先権がないので能力を起動したりとか呪文を唱えたりってことはできませんから、そうなるとまず最初に対象を決めなきゃいけないんですけど、その瞬間には機
体はクリーチャー化してませんので、そこで対象に取ってカウンターを乗せたりだとか、あのプラス1修正与えたりだとか、そういったことができないよという話になります。誘発型能力とか起動型能力がスタックに乗せる手順も結構呪文をスタックに乗せる手順と似てますよね。そうですね、あの特に起動型能力を起動する手順っていうのと呪文を唱える手順っていうのはほぼ一緒です。スタックに乗るものが呪文そのものなのか、実体のない能力っていうものがスタックに乗るかの違いしかありません。なので必ず起動型能力を起動したしようとしたら優先権っていうものが必要です。誘発型能力の対象を決めたりしている間っていうのは優先権がありませんから、その優先権がない状態で登場能力を起動したいよって言われてもそれはできませんよという話になります。詳しくはもう一回見てください。はいで、そんなわけでね、皆様の質問に答えてまいりましたけど、で皆様がこうやって質問をくれるから嬉しくも思いますしね、こっちもやっててよかったって思いますので、まあ、また何かルールに分かんないことあったら、まあ、コメントなんなり僕らに直接聞いていただくとね、あ、次はこれを動画でやろうとか思いますからね。そうそう、よかったら皆さんルールに興味を持って何か分かんないことあったらジャッジをすぐに呼んでください、ね、皆様の楽しくプレイしているのが僕らにとってはね最高のご褒美なので、皆様今後マジックを楽しんでプレイしてください。では今回は動画を見ていただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。